皆さんこんにちは、シャージーです。今日は皆さんにお伝えしたいことが2つありますので、ぜひ聞いてください。それでは、スタート。はい、お伝えしたいこと、まず1つ目は、息子のニックネームが決まりました。イエーイ。コメントでも、息子さんの呼び方なんて呼んだらいいですかというふうなコメントをいただいて、私たちも息子というふうに表現してたんですけど、やっぱり呼び方があった方が親近感湧くかなと思って頑張って考えて決めさせていただきました。本当は生まれた当初からずっとどういうニックネームで呼んでもらおうかというのを考えてたんですけど、なかなかいいものが思い浮かばなくて、今回頑張ってやっと決めたのでご紹介したいと思います。この子のニックネームは、カーズです。はい、なぜカーズにしたかというと、名前の中に「か」という字を使っているというところがまず一つですね。あんまり自分の名前と遠いニックネームにしたくないなっていうのがあったので、まず一つは名前に「が入っているので「か」を使ったニックネームで、ヨーヨーが車が大好きなんですよ。もう本当に車が大好きで「か」を使って車が大好きということで、あ、カーズでいいじゃないということでカーズにしました。カーズの映画を見たことはないんですけどなので皆さんもぜひ気軽に呼んであげてください。はい。それから2つ目なんですけれども、最近ですね、動画にヨーヨーが全然出てこないというようなコメントをいただくこともありまして、確かにね、出産を機にちょっと夫婦の間で溝が生じて会話も減り、ちょっとね、喧嘩することも多々あり、国の文化の違いの壁に激突する日々で、この先このままうまくやっていけるかなと悩んだ時が多く重なってしまいましてですね。はい、でこの度、これからの動画に関してなんとヨーヨーも顔出しすることになりました。イエーイ、関係ない。はい、すいません。ちょっとね、ドキッとびっくりした方もいるかもしれませんが、ちょっとしたドッキリということで、多めに見てください。多分出てくる頻度はそんなに多くはないと思うんですけれども、今まで全部ヨーヨーの顔にはモザイクをかけて、顔がわからないようにして編集をしてきたんですけれども、確認したところ、会社の方で YouTube で活動することは特に問題ないということが分かりましたので、これからはですね、もう編集で顔隠したりせずに、普通に顔を出していこうということになりましたので、また、ちょっと、ヨーヨーが一緒に出てくる動画では、普通にこれからはモザイクかけずに、動画をアップしていきたいと思います。本人はね、ちょっと恥ずかしいと言ってたので、あまり期待しないでください。私も iPhone やっと変えて、撮影を iPhone で、今までは7を使ってたんですけど、やっぱ画質も悪いので、大きいカメラを引っ張り出して撮影とかしてたんですけど、これからはこの新しい 10R のもう12が出た時代にね、あえて 10R を買ったんですけど、10R で撮影したり、あとは需要があればライブとかもやっていきたいなというふうに思ってたりをしますので、細々と週1で続けている動画では、またこれからもちょっと進化していくと思いますので、楽しみにしていただければ嬉しいです。今考えてるのは産後クライシスについてお話しするかどうかちょっと悩んでて、ヨーヨーの許可も必要なんですけど、産後クライシスで悩んでる方の少しでも助けになればいいかなという風な内容でお話ししたいなと思ってます。もしそういったまた日中夫婦だったり子供のことに関して悩みがある方、ぜひ共有させていただきたいと思いますので、コメントの方よろしくお願いします。では今週は少し短くなってしまいましたが、本日の動画は以上になります。ご覧いただきありがとうございました。痛いよありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。あ、ダメダメダメ。痛いよ。痛いよ。痛い。